はい、皆さんこんにちは、ワンダリフルビシです。では今回は、ハーツ・オブ・アイアン4現代モッド日本プレイの続きをやっていきたいと思います。早速続きをプレイしていきたいんですが、一部ですね、対水哨戒機を変なところに飛ばしてませんでしたっけっていうご指摘を確かいただいていたかなと思いまして、ちょっとそこだけ対応しましょう。これですね。これを陸に飛ばして何の意味があるのと、まあ、確かにご指摘の通りなんで海に変えましょう。では時間を進めていきます。で、今北朝鮮上空航空戦力マップに切り替えてますけども、緑で制空権を取っているという状態なので、まずはこの状態を維持しましょう。で、あとはですね、確認を入れておきたいところとしては、北朝鮮への対戦争正当化準備完了予定日が2028年の1月12日ということで、まあ約半年後です。で、動画のコメント欄とかでもご指摘をいただいているんですけども、部隊数とかがね、世界規模で多くなってきていて、時間の進みが少し遅くなってきているというところもあるので、この先、早送りを少し入れさせていただきたいなというふうに思ってますので、そのあたりだけね、ちょっとご了承いただければなと思います。で、あとはですね、制空権争いで重要になってくる戦闘機をもうちょっと生産してみたらどうかというアドバイスもいただいているんですけども、もう今からですね、戦闘機を作る余裕は正直ないので、もし戦闘機を作るんであれば、この無人戦闘機、これでちょっとね、戦闘機の代替として使っていくしかないかなというふうに思ってます。というのも、今更ね、海軍の工廠を軍事工場に転換するのはもったいないので、とはいえ残りの稼働中のラインを変えていくということも実質不可能なので、この辺りを考えると、戦闘機、制空権争いで重要になってくる戦闘機を今更作っていくのはちょっと現実的じゃないかなというところなんですよね、残念ながら。とはいえ今どうだろう、軍需工場が1個余っているであれば、余ってるところに戦闘機作るのは問題ないよね。マルチロール、今の戦闘機で言うと、とはいえ無人戦闘機が一番発展してる。確認していきましょう。そうだよね、マルチロールか対水哨戒機か爆撃機か無人の戦闘機しかないもんね。だからやっぱりマルチロールを作っていって、マルチロールで、制空権を抑えにかかるっていうのが一番いいのかな。制空力が第4世代の無人戦闘機、これが1ですね、制空力が1で、爆撃機とかはもう制空力なんてないに等しいと思うんですよね。1、それでも1か、戦闘機と同じなんだ。で、対水哨戒機、これも1で、マルチロールは、マルチロールも制空力1か、全部制空力1なんだ。となると無人戦闘機を量産する方がいいのかな。で、無人の戦闘機を飛ばして、制空権争いで一歩先んじようというところですかね。で、アルミが不足するので、アルミをロシアから輸入していきましょう。で、師団の配備状況なんですが、これもちょっとご指摘はいただいてるんですけど、今から陸軍のマップに切り替えます。ご覧のマップですね。で、ベトナムと中国の国境、日本が制圧したベトナムなんですが、この国境沿いに展開している中国軍の数は圧倒的なんですよ。で、中国軍の師団数はおそらく500から700。一方の日本は70と、戦力差は明らかな上に、日本は北朝鮮の戦線とこのベトナムの維持に、戦力を分散していると。70しかない、ただでさえ少ない師団をさらに分散しているというのは、ちょっと愚かな行為じゃないかというご指摘をいただいているんですけども、このベトナムを放棄するっていうのはちょっと、なんとか維持したいという思いがあるので、このベトナムに関しては、建設で陸軍の要塞を強化していきたいと思います。それでちょっと代替というかね、なんとかしのぐということで、まずは当座、なんとかしのぎましょう。もちろん、中国軍がガリガリ攻めてきたときに、とても抑えきれるもんじゃないでしょうと。この程度の陸軍の要塞を多少増強したところでどうなるものぞというのはあると思うんですけども、一応陸軍の要塞をご覧のように、ちょっと強化をしましたというところですね。で、台湾ですね。台湾のところがもうちょっと自利品というか、何もできないまま終わりそうな気配があるんで、ここはもう期待はしないというところですね。で、あとは北朝鮮に対して強襲上陸をかけていくというところになるので、今の生産のラインを見直ししていきたいと思います。で、今画面の左側に出ている生産のラインなんですが、陸軍の装備、これはご覧のように今更新が1400で、第4世代型の歩兵戦闘車、これが今軍事工場3つ割いていて、補修が2300ということで、ちょっとまだ追いついていないというところなので、ここは支援装備で、その下の支援装備備蓄が1000あるんで、これを2つ減らして代わりに歩兵戦闘車に2つ追加します。これでゴムが足りなくなるんで、ちょっとゴムをね、輸入していきます。いや、もう本当にね、確かにね、全然違う下ネタの話になっちゃうんですけど、ゴムはね、足りなくなるんですよ、遊びに行くと。でも本当に馴染み中の馴染みの女の子とは、ゴムなしで、楽しむっていうこともあるんですけど、基本初めての子とか、初めてっていうか、本当にめちゃくちゃ仲がいい子以外とはゴムありで楽しむようにしてるんで、ゴムをね、日本から買い忘れると結構ショックなんですよね。もちろんタイでもどこでも入手可能なんですけど。で、ちょっとまた脱線しちゃいましたんで、生産ラインの方に戻ります。で、歩兵戦闘車に軍事工場5つを割り当てたので、これで様子を見ましょう。で、第4世代の攻撃機、これ空母に乗せる戦闘機、あるいは攻撃機、雷撃機なんですけど、これが更新が7か、空母8隻持ってるんですけど、その空母に十分に航空戦力を割り当てられていないっていうね、空母の持ち腐れ、宝の持ち腐れですよね。そういう状態なので、ここはなんとかね、改善をしていきたいというところ。で、あとは駆逐艦とか潜水艦はこのままでいいかな。なんといってもね、海軍国家日本というところでは相当な海軍戦力は持っているんで、この海軍戦力を維持するための艦船の製造、これは続けていきます。こんなところかな。第4世代の無人戦闘機がどれぐらいたまるかですかね。で、続いて海軍戦力ですね。まずは海軍マップなんですが、海上戦力状態では、日本近海から、東シナ、南シナ海にかけての制海権は完全に抑えているという状態です。でこの後中国、北朝鮮と開戦した時にこのパワーバランスがどう変わるかは、要注目ですね。で続いて海軍の戦力ですね。で今第一艦隊、ここが新しく入ってきた、製造された、ロールアウトした艦艇が入っているところなんですが、それなりに数は増えてるね。で、数が少ないのが、第7艦隊だね。第7艦隊が今どこに入っているかっていうのをちょっと確認しましょう。第7艦隊、南シナ海か。そしたら、この第7艦隊を、南日本戻して、くっつけちゃいましょうか。日本第一艦隊と。で、この第7艦隊の増強を行いましょう。そうすると、各艦隊それなりに戦力が揃いきるかなというところですかね。で画面の上部には今、核の保有数16発って出てます。なのでこれ北朝鮮と中国にぶっ放していきましょう。まあ、何はともあれ開戦までこぎつけないことにはしばらくこの状態のまま、ただ皆さんと一緒に画面を眺めているっていうことになっちゃうんで、ちょっとそうならないために、まずは今第7艦隊を呉に戻してるんで、ここで新しく完成した艦船ですね、軍艦とガッチャンコして、新生第7艦隊というのを作り出して、そしたらちょっとね、動きがしばらくなさそうなので、早送りをしていっちゃいたいなというふうに思います。で第7艦隊が入ってきてくれれば一緒にしちゃいましょうか。第6艦隊も今入っちゃってる感じ。そうなると第1艦隊と、合わせ対第7艦隊、これを選んでいきます。でミサイル艦で、これは駆逐艦ですね。駆逐艦、揚陸艦も2隻入るんだな。フリゲートで、さらに揚陸艇、強襲揚陸艦2隻配備されるのか。これで強襲揚陸艦が3隻体制になる。いや、これは第7艦隊かなり強力な艦隊になりますね。で潜水艦ですね。しかも第5世代。いや、相当増強されましたね。これで第7艦隊が、多分第7艦隊が一番最強の戦力になったんじゃないかな。空母は大砲、これ何隻、いや221機ですねの航空戦力を搭載できて、今183機搭載か。いや、かなり強い艦隊になったな。では、この南日本にいる艦隊、第7艦隊ですね。これの派遣先をちょっと決めていきましょうか。どうする？できればそれこそその強襲上陸を仕掛けていきたいので、もう北朝鮮に横付けしちゃいましょう。これでもまだ制海権はしっかり握れるよね。第7艦隊を南シナ海から引き上げても大丈夫という状態ですね。ではちょっとこっから先はですね、少し新しいイベントが起きるまでは、早送りをしていっちゃいたいなというふうに思いますので、で何かね、ちょっと特殊なことが起きたらそこでまた、時間を止めて通常のスピードに戻していきたいと思います。ではちょっとここから一旦早送りに変えていきます。はい、ではですね、ちょっとここまでずっと早送りで進めてきたんですが、いよいよ北朝鮮との開戦の時期が、迫ってきてますので確認していきます。北朝鮮との開戦予定が1月の10に、今1月の10です。で、早送りしている間に制空権争いのための、増産していた航空戦力ですね、これを沖縄、あとはインドシナ半島に配置して一旦ですね、まず沖縄周辺、いわゆる東シナ海の制空権は取りました。で、日本海と北朝鮮上空の制空権も取っているので、開戦と同時に平壌はじめ北朝鮮の主要都市に核を落として強襲上陸を仕掛けていきましょう。すでに強襲上陸の準備は整っているので、開戦と同時に送り込めます。というわけで1月の12日になって開戦ができます。北朝鮮に対して宣戦布告をしていきましょう。これで北朝鮮に対して宣戦布告です。一旦時間止めます。北朝鮮に対して、戦争を行ったということで、北朝鮮が中国に対して戦争への参戦を要求してますね。まあ、これは中国が北朝鮮に独立保障をかけていたので、その独立保障をかけている北朝鮮に戦争を仕掛けるイコール中国との戦争ということになります。では、まず早速なんですけど、平壌に核、さらに強襲上陸予定地、ここにも核を3発降らしましょう。で、残念ながら中国には核は落とせないというのと、今これを見ると驚くべきほどに制空権は取れてるものの制海権が失われてますね。なので、このままだとまず北朝鮮に対して強襲上陸を仕掛けられないということになるので、まずは戦力を、日本海に集中させて、北朝鮮に対して強襲上陸を仕掛けられるようにしていきます。まさかこれほどまでに中国軍の海軍も強いとは。ちょっと待ってね。第三艦隊に何か問題が起きている。第三艦隊は戦闘中か。しょうがないな。あとは第8艦隊ですね。第8艦隊もあとは第5艦隊、ちょっと待って、戦闘中っていうわけではなく単にできなかっただけ。ちょっと確認しましょう。あ、戦闘中だね、やっぱり第3艦隊はじめ他の艦隊は。では戦争を始めていきます。さてさてどうなるか。まずはベトナム戦線の方なんですけど、ここかなり厳しいよな。ベトナムからの撤退余儀なくされる。まあ今のところ一進一退ではありますけどね。まあここはなんとかその要塞で敵を食い止めるというのを前提に頑張りましょうかというところかな。で、問題は核だな。核は落ちたのか。17発になってるんで核は落ちてるはずだな。あとは強襲上陸が進むかどうかというところですね。中国軍との開戦ですね。ちょっとここも見ていきましょうか、せっかくなんで。まあこちらは空母もいるし戦力的には有利かなとは思うんですけどね。乾さんが率いる艦隊。まあ何はともあれ制海権を取っていかなきゃいけない。制海権取れましたね。制海権取ったらあとは航海だな。航海だけちょっと制海権が取れてない状態ですね。航海も制海権をしっかり抑えれば。おお、前線してるじゃないか、ベトナム戦線も。おっと、アメリカ軍が16個師団。ありがたい。アメリカがついに参戦してくれるか。助かる。アメリカが参戦してくれれば圧倒的に有利に立てる可能性があるんで。ではどうする。核をジャカジャカ落としていきたいんだけど、中国南部ここに制空権を取れないか。であとはちょっと危険なのが、日本上空、ここがガラガラになってるな。日本上空、ここに戦闘機、急いで配備しましょう。攻撃機しかいないか、無人戦闘機。しょうがないな。たったこれだけで何ができるというのはあるんですが、制海権任務がしかも行えないしね。ただ、このまま放っておくのはかなり危険、核を落とされるリスクしかないんで、ここは、しょうがない。もったいないですけど、攻撃。これを投入してでも、上空の制海権をキープしましょう。いや、本当に危険だな、ここは。で、ちょっと待ってくださいね。船団沈められている。海戦結果、敗北している硫黄島で。マジか。まあ、硫黄島なんて放っておいてもいいので、問題は、北朝鮮に対して、強襲上陸をかける部隊が、強襲上陸をかけるべく動いているかどうかというところだな。今、動いてはいるね。ただ、護衛に当たっているけど、中国軍の横槍を受けているという状態ですね。那覇にも来てるのか、中国軍。で、強襲上陸を、しかも仕掛けられている、北朝鮮ごときに。ちょっと待ってね。北朝鮮に強襲上陸を仕掛けられたってどういうこと？制海権はどうなっている？制海権取られてるじゃないか、日本海が。マジか。これを撃破する力残ってないぞ、日本に。まさかまさかだな。確かに強襲上陸を仕掛けられる音はしましたよね。で、ベトナム戦線は全然前線してますよ、これ。前線してる。で、問題は、上陸された、この北朝鮮だな。で、この後追加で上陸されても困るので、日本海の制海権を取り返しましょう、まずは。で、敵の補給を分断しますというとこですね。まさかあっさり上陸仕掛けられるとはな。北朝鮮に。ここは核による先制攻撃をもうちょっと仕掛けていく必要がありそうですね。あとは日本軍が強襲上陸を仕掛けるための制海権の維持ですね。日本海の制海権がな、中国軍、北朝鮮軍の連合軍に取られてるんで、これをまず取り返さなきゃいけないな。そのための艦隊、これを戻しましょう。潜水艦隊も戦闘中か。第5艦隊。第5艦隊が何してる？日本海の制空権が取れない。いやー、まさか北朝鮮に早速強襲上陸を仕掛けられるとは思わなかったな。台湾との不可侵条約。まあ、これは問題ないというか、ぜひともお願いしましょう。1月30日にアメリカ軍16個師団が到着。いやー、大阪が北朝鮮に取られたな。さらに強襲上陸を仕掛けられている。これも北朝鮮か。いやー、ちょっとこれ軍を戻すしかないな。一部を一旦時間を止めましょうか。いやー、日本海の制海権を取り返さないことには何も始まらないな。どうする？日本海の制海権、これを取り返して、まずは本土から北朝鮮軍を追っ払いたいんだけど。思いのほか日本海がやっぱり硬いんですね、敵軍の。あとはもうちょっと下ろしていくしかないな。一旦時間を止めましょう。まさかこうもあっさり。北朝鮮に上陸を許すとは、もう黒目が甘すぎましたね。で、とりあえず新兵を投入していきましょう。これ以上北朝鮮の好きにはさせないと。とにかく1月30日ここでアメリカ軍、このアメリカ軍が入ってきてくれるまでとにかく粘る。これ以上北朝鮮中国連合軍に好き勝手させないぞ。もっといつの間にかちょっと目を離していると、すごい広大マップに変わってしまっていましたけど、制空権を取り返さなきゃいけないんだけどな。なかなかその制海権が遠いな。まずは駆逐していきましょう。いや、それにしても北朝鮮強いというよりかはやってくれたなという感じだな。日本海の、本当に取れないね。北朝鮮上空の制空権も奪われている。インドシナに関しては一進一退。ただ頑張ってはいるよね。いや、ちょっと待ってね、頑張ってるどころではない。押し込まれてるじゃないか、いつの間にか。いやー、本当に厳しい戦いが続いてるな。ちょっと目離してるとこれだ。とにかくもう防衛戦を展開して展開して、これ以上の中国軍の進出を防がないと。それにしても本当に誤算だったな。中国軍が進出してきてないだけマシ。いや、北朝鮮にまさか大阪を失冠させられるとは思わなかった。大雨でしたね、見積もりが。関東に帰還、関東ではない、帰還してほしいのがここだ。とりあえずアメリカ軍が到着するのを待ちましょう。アメリカ軍の16個師団が入ってさえくれれば。マレーシアが軍用トラック、まあこれは普通に受け入れましょう。損する話ではないので。ベトナム戦線はまさに一進一退という感じですね。いや、マジで強いな、中国軍も北朝鮮も。早く来てくれ。何、こんなところにも北朝鮮軍が入り込んでいやがる。うわ、核を落とされた。関東に核が落とされたぞ。マジか。いやー、きつい一発食らったな。東京に核が落とされたらマジか。おのれ北朝鮮、核戦争の始まりだな。とりあえずアメリカ軍が到着したんで、このアメリカ軍が日本から北朝鮮軍を駆逐してくれるの祈りましょうっていう他力本願な戦争になっちゃいますけど、まあアメリカ軍は強いでしょう。一瞬で北朝鮮をひねり潰してもらう。まさか東京に核を落とされるとは。いや、日本海のさ、制海権どうなってんの？よし、これ制海権やっと取れたんじゃないの？これで上陸を仕掛けよう。己北朝鮮、平壌を攻略して。というか平壌さえ攻略しちゃえば、今中国地方に救う北朝鮮軍を一気に壊滅させられるよね。制海権はどうなっている？制海権は取れている。制空権は？制空権は北朝鮮上空取れてないな。ここで強襲上陸を仕掛けたいところなんですけどね。とりあえず北朝鮮に占領されつつある関西から中国地方、これを奪い返さないことには始まらないんで、いや本当にやってくれたな。アメリカ軍が到着さえしてくれれば有利に戦いは進められるかな。あとは団子になっているこの北朝鮮への上陸作戦、ここですね。韓国は何しているんだ。ベトナム戦線はもうちょっと崩壊の危機に瀕していたけど、どうなってる？なんとかこらえてるね。こらえよう、このまま。歯の胃を失うようなことだけはないように。あとはタイ軍だな、タイ軍。タイに対してちょっと助けてよって言いたいな。くそ、陣営に招待してほしい。北朝鮮への上陸部隊は何している？アメリカ軍の動きもここに来て急に鈍くなってるな。いやでも本当にアメリカ軍の航空師団と陸軍来てくれたおかげで、まあ、核を一発浴びましたけど、一発で済んだっていうのはありますね。くそー、核を逆にお見舞いしてやりたいのに。はい、ではちょっとね、だいぶ本当に長くなってしまいましたので、今回は一旦ここで終わりにしてですね、次回またこの続きをじゃあプレイしていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、Twitter の方で動画の収録状況とあとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。